ましょう。事故しすぎた。ちょっとみんなの皆さんのなんかリクエストに答えてたらなんかすごいなんか変な人になっちゃった。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとちょっとダメダメもうリクエスト終わり。そう放送事故になっちゃう。割となんか皆さんがリクエストしてくれたことには全力で答えようかなと思ってやってたら自己中でいこう。うまい。そう事故しちゃいました。びっくりするほどユートピアでも可愛いですよね。私あれ見た時なんかすごい可愛いと思ったんですけど。どうですか。自己中事故ありがとう。これでも可愛いって言ってくださる方がいる。嬉しい。まだ時間まだありますね。大丈夫大丈夫。幼稚園児。でもそうよくなんか赤ちゃんみたいとか言われます。セクシーに自己紹介。じゃあセクシーに自己紹介。1999年1月12日生まれ。19歳です。はい。埼玉県出身。これってセクシーって言いますか。セクシーじゃない。セクシーじゃない。セクシーじゃないかな。ちょっと超セクシー本当。アニメ声そんなことないですよ。セミナー行ってないです。声だけブリッコして。ブリッコかブリッコ。はいブリッコです。セクシーって難しい。かけ離れた感じがする。ノマリオポメラニアン。あ、入れ歯ですけど。入れ歯じゃない。私どういう感じなの。ひらっちひらっち。自分が出せる最大の可愛い声。エントリーナンバー1番。ワンちゃんって呼んでください。ワンちゃんって呼んでください。こんな感じですか。ズッキュンして。ズッキュン。白髪みっけ。どこ白髪どこ。ちょっと自分じゃ見つけらんない。白髪どこよ。白髪どこ。ヤッホー全力。ヤッホー。Cのモノマネ。シリなんて、あ、Cのモノマネって、Cってなんて言いますか。タイマーを10分にセットします。難しいね。難しい。白髪どこ。白髪どこ。さっき白髪見っけたって言った子いたんだけど白髪どこ。紐見えてる。紐は多分これです。あのハンガー引っ掛ける時のやつ。これお団子にしてほしい。ピースして。ワンチャンビーム。ワンチャンビーム。ヘイ。ハーフツイン。ハーフツインします。ハーフツインします。ナイキスして。ハーフツイン。ナイキス。待って、ハーフツインします。ハーフツインってこんなとこでしたっけ？あれ？ハーフツインもっと。
待ってね、ハーフツインってどこら辺でやりましたっけ。あ、犬の鳴き声聞こえる。本当、そう、すごい犬ワンワン吠えてる。そう、犬飼ってます。そう、犬2匹飼ってるんですよ。待ってね。ごめん、待って待って。よいしょ。あ、ちょっとぐしゃってなっちゃった、ごめんね。ごめんなさい。よいしょ。はいはい、19歳でこんな髪型をしてはしていいのでしょうか。はい、ハーフツインです。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ワンちゃん、ワンちゃんはリビングにいます。ワンちゃん、そう、すぐ吠えちゃうの。ワン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 って。髪型なんでも似合うね。ありがとうございます。あ、バビ語、バビ語難しくてできない。私あれ一時私も覚えようと思ったんですけど難しくてもう断念しました。言葉は何、バビブベを挟むんですよね。難しかった。スクショタイム。はい、ルル、ルルちゃん、ルルちゃんコメントしてくれてた気がするな。どうだろう、してくれてたかな。多分してきてくれてた気がする。一発ギャグやってもうそういうの、もうまた事故って言われちゃう。そう、滑舌悪いんです私。滑舌ちょっと悪くて。そう、ズッキンやって、ズッキン。こじけん、こじけんって覚えてる。あー、まだ覚えてなかった。あー、覚えます。覚えてま、覚えます。あ、大輝さしすせそ。さしすせそって言える。さしすせそ言えます。言えてますよね。滑舌悪くても大丈夫。ありがとうございます。滑舌悪くても大丈夫。だから極力なんかちゃんと口を動かして喋るようにしてるんですけど、あとゆっくり喋るとか、なんかどうしてもなんか、そう、どうしてもなんかね、やっぱし緊張するとっていうのかな、なんか早口になっちゃうんですよ。これ滑舌悪い人あるあるなのかな。なんか緊張するとどんどん喋る言葉が早くなって早く終わらそうとしちゃうんですよ。そう、だからちょっと滑舌。そう、高山さんも滑舌悪いってね。そう、同じなんです。明日のお洋服楽しみ。本当、はい、お洋服もちょっと毎回ちゃんとしたの着ようと思って。わかりますか？やっぱし分かる人には分かってもらえる。肩たたき券。分かる分かる。そうですね、やっぱりなんかゆっくり喋ろうと思っても、なんだろう、口と頭で持ってることと口が連動してくれないっていうんですか。なんか気持ちだけが前に行っちゃって、チーズフォンデュ、これは言いますよ。チーズフォンデュ。チョコフォンデュ言えます、言えます。アーシュさん、アーシュさん言えてますよね。ポニテして、ポニテ、ポニテしてほしいですか。ポニテ、ノエル、ノエルさん、ノエルさん昨日も、あれ昨日かな、さっき見たのかな、昨日いたのかな、なんか見たことある気がする。じゃあポニーテールします。ポニーテール、ポニーテール、ポニーテールでいいですよね。太陽さん、太陽さん、さっきも見た気がする。京太、京太、京太、やすやすやす、ナチョス、初めて来ましたか、ありがとうございます。なんかこういうのすごい緊張
なんか皆さんが見てくださってるから、そう、皆さんすごい優しいコメントばっかだから嬉しいんですけど、やっぱりすごい緊張しちゃって、始まる前とかもうなんか5分前くらいからずっとここ座ってて始まる始まるって思って、そう緊張で、そう5分前からずっとなんか座ってて、ちょっといろいろ準備して時計持ってきたりとか、なんか高さ調節したりとかなんかどうしたらみんなが楽しく見てもらえるのかなと思って、なんかいろんな方の配信を見たりとかしてたんですけど、でもやっぱりなんかいざこういう風に始まると緊張で、なんかもう何喋ろうって思った時にこうやってまた事故っちゃうんですよ。あ、なんかアホ毛すごいね、ごめんね、ごめんなさい。はい、ポニーテールです。ポニーテールです。ポニーテールどうですか。アメリカルビ10回は難しい。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマちょっとゆっくりめに言うと言えます。思ったより顔細いな。本当ですかやったやったね。そう、昨日顔丸いってすごい言われたんですよ。だから顔細く見えるようにビンタしてってこと痛かった今ちょっとカエルがカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミクピョコピョコはいドヤ顔ドヤ顔好き本当すっぴんです。すっぴん今日はすっぴんです。見始めました、ありがとうございます。あともうちょっとで多分やめちゃうんですよね。言えてなかったそう言えてなかったですか。キャリーパムパミさん難しい。 PP ってなんかスピンスピンです昨日ちょっとスピンで出るってお約束したので丸い方いやそこはやっぱしあれですね、わかりますね、意見が。もうモノマネはしませんまた事故って言われちゃう。かわしゅん、かわしゅん見た気がするな。かわいい、ありがとうございます。わたるりゅうき、明日見れないんですか。もう明後日も配信するんで大丈夫です。メイクだま買わない、本当ですか。いやそんな最高の褒め言葉じゃないですか。パイン、あ早いな。眉毛あれなんですよ、私眉毛ティントしちゃってて、そうまだ若干色残ってるんですけど、でもなんか私自眉が結構ちゃんと生えてるのであんま変わんないのかな多分。あ、しば、こう、けっちゃん、けっちゃん、言わなかったごめんなさいあ、猫パンチって覚えといて。私、あんまりなんかメイクそんな得意じゃなくて、カイト、カイト、言ったカイトだよね、カイト、言ったけっくん、けっくん、コマ。でも多分こすったら消えそう。なんかもうあのやって1週間ちょっと経ってるんですよ、眉毛。だからもう多分ほぼほぼ消えてるんですよね、これ眉毛。ご飯なんかお昼めっちゃ食べちゃって、そうなんかあんまり今お腹空いてないんですよね。足がポッキー。あ早い早い、大くん、ほっぺぷにぷにほっぺぷにぷにうっしーうっしー踏んでください。踏みません踏まないですマサヤ何食べたの。それ聞いちゃいますか。今日はお昼は家族とあとおばあちゃんとおじいちゃんと私でお肉食べに行きました。焼肉食べました、あお昼から。だからもう全然もう今お腹空いてなくて、そう焼肉食べました。大好きなお肉食べてきましたよ。
服顔してこんな感じかな焼肉食べたい、美味しかったですよ焼肉食べたい焼肉食べましたか。え、じゃあ一緒じゃん、一緒だ一緒。太陽アーシュ、アーシュさん、さっきも見ました、アーシュさん